伊川慶、井川慶、井川慶、1979年7月13日帯は、茨城県東茨城郡大洗町出身の、プロ野球選手、投手。左投げ左打。元メジャーリーガーで、NPB では、阪神タイガースとオリックスバファローズでプレー。阪神時代のとには、エースとして、チームを、セントラルリーグ優勝に導いた。 茨城県東茨城郡大洗町出身。大洗野球スポーツ少年団で野球を始め、小学生までは右投げだった。高校時代も体のバランスを取るために右投げの練習は続けていた。プロ入り後もオフに帰郷するたび、自らの後輩である大洗の小中学生相手に野球教室を開いている。水戸商工3年春の県大会。 対龍ヶ崎一高戦で、7回参考記録ながら18、脱三振の完全試合を達成。しかし夏は、腰痛のためほとんど登板機会がなかった。現大会決勝の対茨城投降戦、水戸市民球場に痛み止め注射をして登板したが、自らのミスなどで4点を失い敗退。全国大会出場はなくとも一部では、名前が知られており、川口智也。 農宮津しと並んで、高校生左腕、サンバガラスと呼ばれた。1997年のドラフト2位で、阪神タイガースに入団。この時は日本ハムファイターズも指名簿を一時、検討していたが、戦術の腰痛を理由に見送った。高校では、日照墓2級、英検3級の資格を取得している。5月2日の対広島東洋カープ戦。 阪神甲子園球場に中継ぎで1、軍プロ初登板を果たした。5月7日の対横浜ベイスターズ戦、横浜スタジアムで4回に、春年をから、初脱三振、5月19日の対広島戦、米子市民球場でプロ初先発登板し初勝利を挙げた。和球試合に登板し、5試合で先発登板したものの、勝ち星は、 わずか一つしか挙げられずにシーズンを終えた。は、野村克也監督から、先発ローテーションに抜擢され、4月24日の、対巨人戦、甲子園でプロ入りアと初関東勝利。監督推薦により、オールスターゲームの出場を果たした。最終的に防御率は、リーグ2位の2.67という成績を残したが、打線の援護がなく、チームも4年連続再開で、 9勝13敗と負け越した。防御率2位での負け越しは1991年の今中真嗣以来であった。は、監督が星野千一に代わり、3月30日の対巨人戦、東京ドームで開幕投手を務め、3対1で関東、チーム12年ぶりの開幕戦勝利に貢献した。夏場に調子を落としたが、14勝を挙げ初の2桁勝利を、 記録し206奪三振で、最多奪三振のタイトルを獲得。もう、開幕投手を任され、黒星を喫したものの、6月7月に4戦連続、関東勝利を挙げ、8月2日の勝利で12連勝を記録。連勝中は喧嘩、次として髪を切らなかったため、約3ヶ月間も髪を伸ばしっぱなしになり、アフロヘアーのような髪型になっていた。 最終的にセリーグでは1999年の上原浩治以来の20勝投手となり、阪神を18年ぶりのリーグ優勝に導いた。福岡大英ホークスとの日本シリーズでは、第1戦と第4戦に先発登板。第1戦は、大英の先発が井川と同じく同年20勝を挙げた斉藤和美が登板したことで、20勝投手同士の投げ合いとなった。しかし、 自身は5対3失点でおり、勝敗はつかなかった。第4戦は6回まで1失点と高騰するも、7回に追いつかれてしまい、6回に3を4失点で降板。なおチームはさよなら勝ちしたが、最終的に日本一にはなれなかった。同年オフまで快適という理由で、長らく両生活を続けていたが、大量指令を受け、梅本正幸両長の定年を節目に大量。 呂では、模範生で、途中からは、若手の講師役にも指名されていた。10月4日の対広島戦、広島市民球場でプロ野球史上71人目となる、ノーヒットノーランを達成。同年は、前年より調子を落とし11敗を喫し、防御率も3.73と悪化したが、14勝を挙げ、チームのエースとしての役割を果たした。 オフにポスティングシステムでのメジャー移籍を希望したが、球団との交渉が決裂。自費でのキャンプ参加となり、否定的な報道や一部世論の反発にあった。以降毎年オフに球団に対し、ポスティングによるメジャー移籍を希望することになった。8月23日の対広島戦、広島市民球場で全投球会を達成。この時伊川が、 連続三振を奪った勢いで星野矢野照弘が記念ボールをスタンドに投げ込んでしまい、ベンチ前にほとんどの選手とコーチが出て受け取ったファンに頭を下げ記念ボールを返してもらった。同年は2分落ちもあったが、13勝9敗防御率3.86の成績だった。2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。日本シリーズではロッテと対戦。第一戦の先発を任されたが、 6回5失点と打ち込まれ敗戦投手となった。阪神投手陣は大きく打ち込まれ、ストレートの4連敗で日本一を逃した。2は5年連続2桁勝利を達成。球団はそれまでの貢献を考慮して3年越しの希望であったメジャー移籍を容認したため、11月10日にポスティングによるメジャー挑戦を表明。アーンテレムを代理人とした。 11月29日にニューヨークヤンキースが2、600万194ドル、当時のレートで約30億円で独占交渉権を得て落札した。2006年12月27日に5年に、レーレレレレレドル、2011年まで毎年400万ドル出来高で契約。2月に結婚を発表。4月7日の対ボルチモアオリオールズ戦。 ヤンキースタジアムでメジャー初登板。5回8アンダ4四四球に本塁打7七失点で降板したが、その後ヤンキースが逆転したため勝ち負けはつかなかった。4月18日の対クリーブランドインディアンス戦、ヤンキースタジアムで6回5アンダ5奪三振に失点でメジャー初勝利を挙げるが、その後も投球フォームや請球が安定せず、中継ぎへ降格。 4月28日の対ボストンレッドソックス戦では、先発投手が負傷降板した後、リリーフとして緊急登板、6回を無失点に抑えて、メジャー2勝目を挙げた。この高投が認められて、先発に復帰したものの、5月7日にマイナーに降格。6月22日の試合でメジャー復帰したが、7月28日に2度目のマイナー降格。9月22日の試合で、 メジャー再復帰し中継ぎとして登板。25日には昇格後初めて先発し五回を0点に抑えたが、勝ち星はつかなかった。結局この年は2勝3敗、防御率6.25、ホイップ1.67と不審に終わったが、実力を評価する声は多く、ヤンキース以外なら、活躍できる投手、ナリーグに行けば大化けするとの声も上がり、サンディエゴパドレスが、 年俸をすべて引き継ぐ形で獲得したいと積極的な姿勢を示したがヤンキースがポスティングの入札金の分担まで要求したため破断となった。は、前年の不振により開幕前から先発としての構想には入っておらずスプリングトレーニングでは中継ぎとしての起用が続いた。また開幕前の大学生との練習試合では満塁本塁打を打たれるな出だしからつまずいて 結果を残せなかった。若手企業のため、開幕は AA 級スクラントンウィルクスバリアンキースで迎えた。5月9日にメジャー昇格し、その日の対デトロイトタイガース戦に先発したが、3回を11、アウンダ6失点で敗戦投手となり、15日にマイナー降格。6月28日に再昇格し、対ニューヨークメッツ戦の9回に登板し、1回を 無失点に抑えた。しかしその翌日に再びのマイナー降格を通告された上、7月26日にはメジャー契約を解除され40人枠から外れた。本人はメジャーリーグでローテーションを守れるピッチャーを目指して頑張りたいと語ったが、結局この年はスクラントンで14勝6敗、防御率3.45、ホイップ1.19の好成績を残し、 3A のベストナインにあたるオールスターチームの左腕投手部門に選出されたもののメジャーリーグでの勝ち星を挙げることはできなかった。オフには過去の反省と今後のチーム編成について会見した GM のブライアン・キャッシュマンから以下はの獲得は失敗だったとコメントされるなど厳しい評価が続いた。キャッシュマンからはメジャーに残る方策として横手投げへの転向も示されたが 断ったという。は、スプリングトレーニングに招待選手として参加し、15回3分の1を投げて1失点だったがよ死休率5.35と支給が多く、3月23日にマイナー行を通告され、2年連続で開幕をスクラントンで迎えた。スクラントンでは前半戦は9勝4敗、防御率4.04。 ホイップ1.24の成績を残していたが、後半戦は1勝4敗、防御率5.66、ホイップ1.70と不調に陥った。最終的には、チームサイトの10勝8敗、防御率4.15、ホイップ1 4日の成績を残したが、メジャーでの登板はなかった。12月には、グリーンカードを申請中であることを明らかにした。29日には、 地元紙のニューヨークポストが掲載した過去10年のニューヨークのプロスポーツ選手ワースト10において1位にばれた。もスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、中継ぎとして2回3分の2を投げて、失点後防御率16.87、ホイップ1.88と振るわず、3月13日にマイナーに降格。スクラントンでは先発として10試合に先発し、 防御率3.96、ホイップ1.24の成績を残したが、リリーフでは12試合の登板で、防御率5.00、ホイップ1.65と結果を残せなかった。このシーズンもメジャーでの登板はなく、2年連続でメジャーの試合に出場することはなかった。オフには、前年に申請していたグリーンカードを取得し、ヤンキースとの契約終了後も、 MLB でのプレーを希望していることを明らかにした。は、キャンプからマイナーでスタート。故郷の大洗町が東日本大震災で被災したことで3月14日に一時、帰国したが20日に再飛べし、開幕は AA 級トレントンサンダーで迎えた。4月21日には、スクラントンで AA 級の対リーハイバレーアイアンピックス戦に先発するも、その試合以外は、 トレントンで5先発を含む11試合に登板し、6月12日にスクラントンに昇格。当日 AAA 級の対シラキュースチーフス戦に先発し、球団史上最多大記録となる73先発を記録したが、トレントンで故障者が続出したことに伴い17日にトレンに再降格した。26日にはスクラントンに再昇格したが、2試合に 先発した後に再降格し、左肘の針で故障者リスト入りした。8月中旬に復帰し、最終的にリリーフでは、マイナー通算10試合の登板で1勝0敗1、セーブ、防御率1.90、ホイップ1.01の成績を残したが、先発では、同10試合の登板で2勝2敗、防御率4.72、ホイップ1.57の成績に終わった。 MLB で成績を残せなかった要因として、球団側からの信頼度の低さと獲得の際の調査不足により、数度の失敗でチャンスを失ったことを挙げている。井川の獲得は、当時のヤンキース GM 補佐のビリー・エプラーの強い推薦により実現したが、1年目のスプリングトレーニングでブルペンに入った際、エプラーはブルペン捕手に、どうだいすごい球を投げるだろうと聞いたところ、 故障をしているならわかるがとてもメジャーのレベルじゃない。請求は最悪だと返される場面があった。しかし、伊川本人はアメリカでの5年間について失ったものはないですね。すべてが自分の血となり肉となってますと語り、マイナー生活も悪いことばかりではなかったと語っている。一方、メジャーで通用しなかったことについては2017年のインタビューで意の中の河津でしたね。 世界に出て能力が高い選手もたくさんいて努力で埋まらない相模に染みて分かりました。メジャーで投げたかったですけどすごく勉強になりましたと述べている。上述の通り2007年にはパドレスがトレードでの獲得に積極的な姿勢を示したことがあった。また2008年と2009年には日本の球団が獲得を打診したことがあり。 その際にキャッシュマンは、イ川に、君の能力は、メジャーリーグには適応しないというのが我々の評価だ。日本の球団との取引は、ヤンキースの財政的な負担も、軽くするとい川に直接話したが、同時に、しかし、君が、ヤンキースにいたいのならこのトレードを断ることもできるとも伝え、結果的にイ川は二度ともトレードを拒否した。なお、5年間のマイナー通算成績は、 107試合当番、内先発83試合で36勝25敗、1セーブ、防御率3.83、脱三振419だった。3月28日にオリックスバファローズへの入団を自身の公式サイトにて発表し、6年ぶりに NPB 復帰が決まり、背番号は阪神、メジャー時代と同じく29となった。 5月9日に一軍登録されると、同日の対福岡ソフトバンクホークス戦、ホットモットフィールド神戸に、先発投手として、NPB の一軍公式戦へ2032日ぶりに、登板した。しかし、4回表に、江川千秋へ2球目を投じたところ、右太ももの痙攣を訴えて62球で降板。3回に、3を1失点の内容で、敗戦投手になった。 7月11日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で8回3安打1失点に抑え2006年10月16日以来2095日ぶりに日本で白星を挙げた7月26日の対楽天戦でも7回1失点で勝利投手となり続く8月2日の対西部戦でも7回を無失点に抑えたがこの時に左は秋原を痛めてしまった 阪神時代には、急速時速 140km 後半を記録していたが、この年は、平均急速時速 137km と、急速が出ず、苦しいピッチングを強いられた。その後は2試合連続で8失点し、8月16日に登録抹消。8月31日に一軍復帰すると、2試合連続でクオリティスタートを達成したものの敗戦投手となり、 9月14日の大楽天戦で先発した際に、左脇腹板が再発して1回限りで降板し、そのままシーズン終了となった。結局、日本球界復帰初年度は12試合の先発で2勝7敗、防御率4.65に終わった。10月30日にはオリックス移籍前から違和感を持っていた左肘の有利軟骨と骨極の除去手術を受けた。 晩じ後リハビリ中も腰に違和感を抱えるなどもあり、復帰は5月末であったが、そこから8月頭までの9試合に先発し、勝敗こそ3勝3敗の5割だったが、防御率2.59の成績だった。8月に2軍落ちをして、以降は、チーム事情も重なり1軍復帰はなくシーズンを終えた。はオープン戦で結果を残し、開幕ローテーション入りを勝ち取った。 しかし3月29日の対北海道日本ハームファイターズ戦で非対抗に先頭打者本塁打を浴びるなど初回から打ち込まれ自己最短となるに3イニングで降板したその後異例の中3日で4月3日の対楽天戦に先発し5回無失点で勝利投手となったもののセパ交流戦を機に先発投手の投数の関係で5月に登録抹消されと ルーキーの透明大輝や井川と同じ先発左腕の松葉隆史大のローテ定着もあり、以後一軍での登板はなかった。オフには同じくマイナーリーグから復帰し、オリックスと契約した中島博之へ、今日を伝えられることもあると思うと、橋渡し役を買って出た。2は一軍公式戦での登板機会がなく、ウエスタンリーグの公式戦でも0勝4敗。 防御率14.40と不信を極めた。シーズン中の6月頃から食事療法に取り組んだ結果、2ヶ月間で体重を約1 2ラム減らしたが、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。アメリカからの帰国後では一番いい状態として現役続行を模索。2015年11月10日に、 草薙球場で開かれた NPB の12球団合同トライアウトには参加しなかったが NPB 他球団以外のプレーも視野に代理人に交渉を任せながら自主トレーニングへ専念していた2月からは独立リーグのベースボールファーストリーグ BFL に加盟する兵庫ブルーサンダーズの練習に参加伊川自身は9月に公式ブログを通じて ブルース・サンダーズの試合で登板できる、機会頂戴できればという意向を示した。参加は、阪神時代にトレーニングコーチだった、鈴木俊之、当時コーチ、2017年より、監督からの誘いによるものだった。しかし、正式な契約に至らなかったため、シーズン終了まで、実戦登板の機会はなかった。2016年12月15日付で、 兵庫との選手契約を正式に締結した。阪神、ヤンキース、オリックス時代と同じ、背番号29となった。この時点では、オープン戦や練習試合のみ出場できる、練習制契約で、体調などが整った場合に、リーグ戦に出場できる本契約へ移行することが想定されていた。同月22日に臨んだ、記者会見では、 一年間ずっと練習してきたので野球に対する思いはまだまだ残っているが NPB への復帰など先のことはまだ考えていない。まずは兵庫の選手としてリーグ戦で一シーズンしっかり投げられるように体を仕上げたいとの抱負を述べた。2は3月31日付で兵庫と支配下選手契約を結んだことを発表。4月には2日のリーグ開幕戦で 救援投手として2年振りの公式戦登板を果たすと先発投手として臨んだ20日の試合では6回無失の口頭で BFL 初勝利を記録したその一方で6月にはなんとかもう一段階レベルを上げて自分の球を投げて気分よく終わりたい1年間しっかり投げて納得いく形になれば潮時かなと思っていますという表現でこの年限りで 現役生活を終える可能性を示唆していた。結局、BFL の公式戦全体では、11勝0敗、防御率1.09,94奪三振という、好成績をマーク。2年間のブランクを感じさせない投球で、最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振のタイトルを獲得した。10月5日には、兵庫の一員として、 阪神なる大浜球場で阪神二軍との練習試合に先発。3回を投げて1被安打1失点という内容で、古巣のマウンドを後にした。なお、試合後には、やりきった感はありますとのコメントを残す一方で、自身の去就については、すべて終わってから考えようと思いますとして、明言しなかった。シーズン終了後の11月27日。 契約満了となる11月30日をもって、兵庫を退団することが発表された。発表に付されたコメントで、このまま引退ということは考えておらず、現役は続行するつもりで一旦休養に入りたいと述べるとともに、今後も何らかの形で兵庫に関係する意向を示している。2018年7月にフジテレビの日ファミ、特捜、激殺。 張り込みマネースコープで、現在の年収は、0円で、現役復帰を目指しトレーニングを続けているとされた。また、茨城新聞では、現状を、休養をと述べ、兵庫の選手とのトレーニングを継続していること、兵庫を退団した理由は、独立リーグは、若手の場所という考えによるとした。同年11月4日開催の兵庫 OB 戦で、 先発登板し、3回で6奪三振、現役続行は難しいかな、とコメントした。オーバースローから投げるストレートはかつて最速時速 151km を記録していた。メジャー1年目の平均球速は時速 144km。日本復帰1年目は平均球速時速 137km に落ちている。フォークボールのように落ちるチェンジアップ。 スライダーが武器。ヤンキー追跡後はカットボールやツーシームも投げるようになった。ボールの威力自体はメジャーでもトップクラスとの評価を受けており、2007年には真で捉えられる率、ハードヒットアベレージの低さがマリアノ・リベラに次ぐチーム2位の196をマークした。スクラントンでのチームメイトらは、イカワについてビッグリーグで投げるべきピッチャー。 上でやれる力はあっても、そういう機会に恵まれないことだってあると語っていたが、フランク・トーマスから、死球が多いといった、請求力の問題よりも、コースが甘くなることが、最大の問題と言われ、また上通りから、球は、悪くない。問題は、請求力と言われるように、コマンド、狙ったスポットに投げる能力の不足や日本時代から、高かった、基本類打率の高さなどによりメジャー昇格を、 果たせなかった。佐野時期は、井川がメジャーリーグで苦しんだ原因として、インコースの請求力を上げている。デーゲームを苦手としており、当番時はサングラスを着用する。コントロールが悪かった、新人時代、当時の監督である野村より、ダーツの的に当てるイメージで投げろとアドバイスを受けた。自らもダーツボードを購入している。オフシーズンは、自主トレの一環として、 茨城県内のオリエンテリング大会に参加している。ゲーマーの一面もあり、2012年にはセガワールドクラブチャンピオンフットボールの第16回ジャパンウィナー S チャンピオンシップで関東ブロックのエリア大会を勝ち抜き全国大会に進出した。2007年1月、日本将棋連盟より将棋親善大使を移植されるとともに、 初段免除を送られている。阪神時代には、新幹線での移動の際に球団が用意する、のぞみグリーン車のチケットを自ら、光の自由席に変更し、差額を直近していた。この点について、金本智明が井川に直接確認したところ、当然じゃないですかと答えた。週刊、トラトラタイガースで、矢部慶一と一緒に、ゲスト出演した時 やぶに、月に1万円しか使わないケチと言われたことがある。両暮らしが長かったのも生活費が格安で、住むのが理由の一つだったという。ヤンキース時代には、K、S ボイスと称して、阪神時代の先輩野手が毎日放送の野球解説者として、パーソナリティを務める MBS ラジオのスポーツ情報番組、いざゆけ、八木ひろし。 亀山津との亀ともスポーツマンデー向けにインタビュー形式で定期的に近況を報告していた。兵庫時代には和歌山ファイティングバーズの本拠地のある和歌山県田辺市で BFL の試合が催される際に神戸市の自宅から自家用車で片道2時間以上かけて球場をへ通っていることを明かしていた。年代は違うが大久保博士元とは実家が近く。 小学校、中学校、高校すべて同じである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。